おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？はぁ、あ、痛ぇ。俺、新藤蓮は今、深刻な悩みを抱えている。それは、虫歯だ。早く歯医者に行くべきなのは分かってるけど、子供の頃に行った歯医者が怖すぎて、それ以来トラウマなんだよな。痛くも怖くもない歯医者、どこかにねえかな。すみません。ちょっと考え事してて。あ、気にしないで。こっちこそごめんね。うーわ、すっげえイケメン。あれ？君、ほっぺた腫れてない？もしかして、僕とぶつかった時に。いや、違うんです。これは、ただの虫歯で。虫歯？そんなに腫れてるなんてよっぽどだよ。歯医者には行ってないの？あ、いや、その、俺、昔から歯医者が苦手で。もしよかったら、僕が見ようか。え？駅前の、立花デンタルクリニック、知ってる？僕、そこの院長なんだ。ちょうどもうすぐ診察時間だし、どうかな？でも、この人すごく優しそうだよな。歯医者は怖いけど、この人の治療ならそんなに怖くないかも。そっか。虫歯の痛みに気を取られてたから、僕にぶつかっちゃったんだ。そんな状態じゃ、食事も大変じゃない？そうなんです。痛みで夜も眠れないし。だったらなおさら、治療を進めてよかったよ。進藤くんが僕にぶつかったのも、何かの縁かもね。じゃあ一番奥の診察台に。大丈夫だって。虫歯がないか見るだけだから。やだ。うわ、昔の俺みたいだ。やっぱりみんな歯医者は怖いよな。ごめん進藤くん、少し待っててくれる？僕が代わるよ。ごめんね。痛くしないから、ちょっとだけ口の中見せてくれる？立花先生が見てくれるならいいよ。すごい。一瞬で泣き止んだ。子供にも信頼されてるんだな。とっても上手に歯磨きできてる。でも小さい虫歯があるから、さっと削って、そこだけ直しちゃおうね。あれ？立花先生、なんか雰囲気が変わったような。なんだよ。患者の前だからって格好つけやがって。治療マニアの変人のくせに。え？変人って、立花先生のことか。優しくていい先生に見えるけど。待たせてごめんね。それじゃあ見ていくから、口開けてくれる？大きくあーんして。あー、思った通りだ。虫歯がかなり進行してる。これは直しがいがあるな。え、別人みたいなこの感じ、さっきと同じだ。悪いところは全部取り除いちゃおうね。先生、僕、歯の治療をするときが一番興奮するんだよね。大きい虫歯ならなおさら削りたくてうずうずしちゃうんだ。じゃあ早速削っていくね。先生、やっぱり変なスイッチ入ってる。さっきの人が立花先生が変人って言ってたの、もしかしてこういうことだったのか？やっぱこの音苦手だ。この手応え、最高だな。大きい虫歯を削っていくのって、たまらなく気持ちいいんだよね。しかも先生、なんか嬉しそうだし、俺、治療頼む相手間違えたかも。あれ？削られてるのに、思ったほど痛くない。で、顔近っ！痛い？いえ。よかった。
痛みを与えないように治療するのが僕のこだわりなんだ。やばい人かと思ったけど、歯の治療が好きなだけで腕は確かなのかも。進藤君ってすっごく綺麗だよね。歯並び。歯並び？なんだ、思わずドキッとしちまった。ずっと眺めていたいくらい理想的な歯並びしてる。念入りに歯磨きすればもっと綺麗になるよ。特にこのあたりとか。歯茎の状態もすごくいいね。ピンク色でキュッと引き締まってて。そんな触り方されたら背筋ゾクゾクする。歯の治療がこんなに気持ちいいなんて。はい、終わったよ。お疲れ様。あ、先生の笑顔元に戻ってる。痛みはどう？収まった？あれ、そういえばあんなに痛かったのにもうなんともない。よかった。これで夜もゆっくり眠れるね。あの、立花先生って治療中は随分雰囲気が変わるんですね。それよく言われるんだよね。治療中はつい集中しすぎちゃうみたいで。僕の治療怖かった？あ、いえ、最初はちょっとびっくりしましたけど、でも全然痛くなかったです。むしろ気持ちよかったなんてさすがに言えないけど。そっか、よかった。小さい虫歯がまだいくつかあるから次の診察の予約入れておいてね。立花先生、イケメンな上に優しくていい人だったな。治療はちょっと危ない雰囲気だけど腕はすごく良かったし、むしろ気持ちよかった。なんなら次の診察で歯磨き褒めてもらいたいとか思ってるし。次の予約早めに入れておこう。そして待ちに待った診察日。まさか歯医者が楽しみになる日が来るなんて思っても見なかった。失礼します。あれ、この人前に立花先生の悪口言ってた人じゃないか？立花先生は別の患者さんの治療が長引いてるんで、今日は俺が担当させてもらいますね。あれ、立花先生が見てくれるんじゃないんですか？どいつもこいつも立花先生ってこっちにも都合があるんだよ。期待に添えなくて悪かったな。なんだよこの人、めちゃくちゃ荒っぽい。何してるの？立花先生。これはその、患者さんに乱暴なことしちゃダメでしょ。痛い治療をされたらどんな気分になるか僕がじっくり教えてあげようか。すいませんでした。大丈夫？ちょっと口見せて。あ、触り方すごく優しい。さっきの人と全然違う。立花先生の診察やっぱり安心するんだよな。ああ、よかった。怪我はなさそうだね。進藤君の綺麗な歯茎に傷がついたら大変だよ。なんでだろう。立花先生に口の中触られるとすごくドキドキする。歯磨きもしっかりできてる。僕のアドバイス実践してくれたんだ。本当に綺麗だな。このまま連れ帰って毎日眺めたいくらい。ごめん、進藤君ってすごく理想的な歯並びしてるからつい熱が入っちゃって。あ、怖かったよね。怖くないです。むしろ俺も立花先生にもっと歯を見てもらいたい。先生の治療
気持ちいいから。進藤くん、じゃあこれからも定期検診に通って、進藤くんの綺麗な歯僕に見せてくれる？あ、はい、もちろんです。ありがとう。進藤くんの歯に見とれすぎて僕の理性が効かなくなっちゃったら、その時はごめんね。お、え、理性が効かなくなった先生もちょっと見てみたいかも。ご来店ありがとうございました。今日のサンドイッチの味どうだった？コメントで教えてね。チャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。あ、麺噛んだでしょ。うるさい。